ご無沙汰しております。デザコイの影丸です。今宵もあなたに素敵なデザイナーズ物件を紹介いたします。本日紹介する物件を分かりやすく一言で説明するならばこうです。芸術家に勧めたい自宅・事務所・個展会場三米利用可能なデザイナーズ物件。本日は新宿第二のコリアンタウン若松川田駅に来ております。新宿駅まで約5分、東京駅まで約23分で行くことができます。新宿に近いので交通の便は非常に良いです。新宿でありながら様々な小売店が駅を中心に点在しており、夜道も明るく治安は良いエリアのようです。東京韓国学校があるため韓国人が多く住んでいます。物件に到着したようです。グレーのコンクリート打ちっぱなしに大胆なサイズのフィックス窓を採用したスタイリッシュなデザイナーズマンション。昼間の外観写真も載せておきます。建物入り口には2口の宅配ボックス、左側には各お部屋のメールボックスがございます。オートロックを解除いたしましょう。廊下の両サイドはコンクリートに金網、アイボリーのタイル仕上げの床が落ち着いた印象です。お部屋に入ってみましょう。コンクリート白を基調としたモノトーンに仕上げた玄関です。入った印象はまるで個展会場に来たような感覚でした。玄関はこんな感じです。4箇所の取っ手が見えています。玄関収納を見てみましょう。両開き扉で4区画に分かれた収納エリアが全て可動式で高さ調整可能です。天井までみっちり収納スペースになっています。左手には白の5連扉が見えています。2つの穴に指を入れスライドして開けていきます。わお、いい感じです。すべての扉を閉まってお部屋を見てみましょう。洋室 7.5 畳です。主張の少ない無機質なテイストが逆におしゃれです。お部屋の奥には室内で採用するのは珍しいグレーチング床が。乗ってみるとてて体のどこかがすこぶる悪いのでしょうか、足がとても痛かったです。収納はこちら。バーハンガーに棚、一般的なクローゼット収納となっています。この部屋は階段で地下へ行くことができます。ダウンメゾネットです。ドヤ顔で言っていますが、リスナーさんに教えていただいたワードを使っちゃいました。うちダウンメゾネットだぜって言いたいのは私だけでしょうか。地
下へ降りて最初の扉、トイレです。タンクがうまく棚の中に格納されている、見た目を気にした作りです。よく見る釣り戸棚はございません。トイレ用品の収納はアイディアが必要ですね。トイレ横のお部屋へ進みましょう。オープン。洗面所とバスルームになります。洗面台に向かって左側が鏡収納という珍しい配置。横にはタオルハンガーが設置されています。背面には洗濯機置き場、こちらも上部に戸棚なしです。洗面台に戻ります。洗面器は丸みがあり柔らかなデザイン。キャビネット部分はそのままご自身でカスタマイズできる空間となっています。洗面所との仕切りと扉はガラス製。それだけでドキドキしてしまいます。一般住居では珍しいデザインです。まるでラブ、いえ、何でもございません。外はどうなってるんだろう。知ら、いよいよメインのお部屋です。準備はいいですか。リビングダイニングキッチン 12.5 畳です。アイランドキッチンを大胆に中央に配置し、複数のスライド式ペンダントライトがお部屋を照らすおしゃれな空間です。コンクリの階段もとてもいい感じです。それではキッチンを見ていきましょう。シンクキャビネット部分は洗面所同様、有効空間がそのまま使えます。引き出し収納は3口、上部にはカトラリーを小分けに振り分けられます。キッチン背面の収納部はこちらです。コンロは3口ついています。コンセントがあり、キッチンには吊り下げ戸棚がございます。冷蔵庫はその横のスペースをお使いください。ウィッキーはアイランドキッチンが気に入ったようです。ここを個展会場の受付にするのもありだと言っています。最ですね。地下も5連扉で仕切られています。開けてみましょう。奥にはベッドルーム9畳が。扉を全開にしていきます。奥へ行くと1階で足を痛めたグレージング床が頭上に見えます。スライド式調光ライトで空間を照らします。リビングダイニングキッチンとベッドルームを合わせると21.5 畳の広々とした空間へ変わります。
クローゼット収納は1階と同仕様でしたので割愛いたします。ウィッキーも推奨するように作品の展示会場に活用できるおしゃれさです。地下からはバルコニーに出ることができます。図面上はドライエリアと表記されています。突き当たり左側はちらっと覗いたバスルームになっています。階段を上れば1階玄関へ直行できます。特別なお部屋ですね。本日の内見は以上になります。お疲れ様でした。ルームマップはこちらになります。ものづくりで生計を立てている芸術家の方にぜひおすすめしたい物件でした。アーティストの方々いかがですか？道中に素敵なお店を見つけました。パンダの窯で焼き、パンダカーで運ぶピザ屋さんです。かわいい。今度食べてみたいです。動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回日没後の撮影になってしまい、外観や街の雰囲気が分かりづらかったかと思います。今後は日中の撮影を心がけます。本日はクリスマスですね。皆様はどんな聖なる夜をお過ごしでしょうか？クリスマス当日にちまちま編集を行っているコンシェルジュがここにいますよ。いいんです。最高の夜です。皆様も素敵な時間を過ごしてくださいね。それでは次の物件でまたお会いいたしましょう。レッツデザイナーズ。